はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回は前回に引き続きバルブ周りですね、バルブシートとバルブガイド作っていきます。図面はこれですね。インレットとエキゾーストそれぞれ用意してあります。まあ違いは結局のところバルブの傘の直径が違うのでそれに合わせて内径をちょっと変えてあるというだけですね。そして今回のバルブは市販品ですね。ホンダの汎用エンジン、GX25 とかいうエンジンですね。それの、バルブです。まだバルブシートもバルブガイドもつけてないのでスポスポですが、まあこんな感じでこういう感じで収まると。素材はこの方巾、これは前回も同じように方巾使ってるのでまあちょうどいいと思う、問題なかったのでこれは素材は変更しません。やっぱ熱処理されてるバルブは強くていいですね。ただ以前のバルブより傘がだいぶ小さくなるのでその分吸気効率は下がっていきます。以前はインレットエキゾースト共通でこのぐらいの傘でしたね。今度インレットでもこのぐらいのサイズになってしまいます。だいぶサイズちっちゃくなりますね。ただ前回以前と同じぐらいの傘直径のバルブが見つけられなかったのでもうこれは仕方がなかったですね。これより大きいものが結構あったんですけど、これより大きいと燃焼室内に入れられないのでまあしょうがないですね。というわけで、バルブシートガイド作っていきます。まずは素材の外形切削から進めていきますね。外形ですが、ここの穴径を測って焼きばめしていかなきゃいけないのでここの穴径を計測するところから始めていきます。穴径の測定にはこの T の字を下の使ってるんですがこれ結構使うの難しいのでいつかは穴用の3点マイクロ欲しいですね。まあ結構高いのでなかなか買えないとは思うんですけどね。これで冷えた時の数値は出しましたね。あとは温度を上げてもう一回測りますか。はい、シリンダーヘッドヒーターを用意してシリンダーヘッドを加熱していきます。この状態でまたエキゾーストインレット温度上げて測りますね。最終的には焼き場面になるので大きくなったところを測っとかないとまずいんですよね。それに合わせて作ることになります。じゃあちょっと温まるの待ちますね。はい、およそ今180度190度になったのでまた測っていきます。先ほどと違う数字が出てくれるはずですけど、はい、これで、冷感時とあったかくなって熱持った時の広がり確認できましたね。よし、あんまり大きく動かないですね。 0.05 動くかどうかってとこですね。で、図面に必要な情報は書いてリーマーも届きました。 3.5 のリーマーですね。今から旋盤に移って作業を始めていきます。
はセンタードリルと。表値が 14.983 ですね。 14.981、 1000分の2ミリほど細くなりましたね。この辺はもうどうしようもないな。ここまで寄せられればよしとしましょう。はい、これでシリンダーヘッドにはまる部分の外径は決まりましたね。あとここちょっと溝を掘っておきます。そしたら、穴を開けてリーマー通して中グリですね。最後に突っ切って片面からの加工は終了になります。この後は反転させて裏面からの加工を進めていきます。こちらの面は削るとこが少ないのですぐ終わってしまいます。とりあえず最初の1個問題なく作れたので、残り3つをどんどん進めていきます。ここからはタイムラプスでささっとお見せするだけとなってしまいますが、ご了承ください。1個目の加工で気がついたところは、2個目以降の加工では改善して進めています。インレット側の各シリンダーに合わせたバルブシートガイドできました。今の時点ではまだ入らないです。これ焼きばめなしなきゃなんないので、最終的にはこれを温めてはめることになります。まあこんな感じですね。
のバルブ入れるとこんな感じと、まあ実際今ちょっと長く作ってるのでこっち出っ張ってあんまり出てこないんですが、これあと3ミリ4ミリ近く、上に上がってくるんで、それに合わせて、そうなればちょうどいい位置に収まると思います。じゃあ残りエキゾースト側の4本やってしまいます。エキゾースト側の作業はまあインレットとほぼ同じ作業を繰り返すだけなので、動画的に見栄えが良くないので、まあタイムラプスで進めていきます。まあこういう風に作っているっていうのがなんとなくでも分かっていただければと思いますね。何しろ数物は作ってる本人がだんだん飽きてきて集中力なくなってきてしまいますね。はい、バルブガイドとバルブシート出来上がりましたね。シートガイド兼用品ですが、一応最後に寸法チェックして問題なければ焼きばめ工程に進めます。計測の結果は特に問題ないのでこのまま進めていきます。では焼きばめをしていきますが、たこ焼き器でいけるかな。温度上がらないようなら電熱器使います。とりあえずはこれで、ちょっと温度上がらないので電熱器変更ですね。またしばらく待ってみます。本来ならこの工程はもうちょっと簡単に入る予定だったんですが、結構ギチギチだったので結局叩いて入れることにしました。まあ叩くとは言ってもそんなにガンガン叩いてるわけではないので特に問題はないと思います。はい、多少無理やりですがインレットが入ったのでエキゾーストがやってきます。温度は230から40程度、両端こことここでやっぱ低くなっちゃいますね。まあでもとりあえず200度オーバーしたので叩き込みやってきます。なんとかバルブシートとバルブガイド入りましたね。このあと、各ポート開けですね。インレットポートとエキゾーストポート開けていきます。今4.5度、オープンも低くなってるからな。よし、まずはセンタードリルで下穴開けを進めていきます。ここドリルでインレットポート穴を開けていくんですが、今テーブルを一番下まで下げてこれだけしかクリアランスがないですね。まあ距離にして38ミリあるかないかですね。でこのドリルをつけたいんですが、とりあえずなんとか出幅を38ミリまで減らしたいですね。なのでドリルもう切り詰めちゃいます。まあこのドリル自体一度切り詰めてあるんですが、さらに切り詰めて短いものにしていきます。
はい、ドリル短くしてきました。だいぶ短くなりましたね、これで。まあ、10ミリに関してはあんまり良くはないですが、エンドミルで垂直に掘っちゃいます。下穴8ミリ空いてるんで、そこまで負荷は大きくないはずです。よいしょ。位置に全部ポート穴開きましたね。インレットポート問題なく開けることできました。まあ、こんなもんでしょうね。ちょっとクリアランス狭い感じもするけど、まあやっていくしかないね、これで。次はエキゾーストポートの準備してきます。いつも通りセンタードリルで下穴開けたら8ミリに移行したんですが、ここで大きなミスがありました。穴位置ミスりましたね。オフセットしちゃダメだっけ、ここは。数字間違えちゃった。バルブガイドをこれで削っちゃったんで、バルブガイドが残りが少なくなっちゃうんだよな。この位置だと半分残りゃいいかなって感じ。やっぱここバルブガイド新しく作り直しますね。この穴の位置がちょっと悪いですが、こいつだけちょっと穴の位置修正が必要ですね。他下穴開いちゃってますが、これはまだ貫通してないので、場合によっては何とでもなります。はい、失敗したところは穴埋めました。こっちからも溶接して、どうしてもわずかにピンホールあったので、残りのピンホールは、JB ウェルドで埋めてしまいました。まあ完全ではないでしょうが、これでとりあえず使えるようにはなったと思います。ただここを持っちゃったので、もう一回ここ削り直して作り直します。まあ、その前にここの修正やんなきゃですね。一通り修正終わったら、新しくバルブガイドシート作ってきます。まあなんとか修正できましたね。いやー、まあこんなもんでしょう。まあ座標間違えるとは最悪ですね。まあでもとりあえずこれで大丈夫でしょう。ではまた、穴開けやっていきます。
はい、エキゾーストポートとインレットポート両方ともできましたね。まだ細かい仕上げ、例えばここネジ穴、ポートの、マニホールド用のネジ穴を作ったり、エキパイ用のダンス付きとネジ穴ですね、作ったりしなきゃいけないんですが、今回の加工はここまでとします。次回はここの穴、ネジ穴製作、ね、あと燃焼室成形ですねを進めていこうと思います。それが終わればあとはサイドカバーの部分ですね。だいぶ完成が近づいてきたんじゃないかと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。